おはようございます。ムンボミュージック農家とキティです。はい、というわけで今回なんですけれども、新しいマイクアーカーゲイからアラ Y3 ARA と書いてアラ Y3 というマイクが出ました。以前ですね、こちらのチャンネルでライラ Y3 という同じアーカーゲイから出ているマイクを動画で載せさせていただいたと思うんですけど、そちらの機能をより簡単にシンプルにしたバージョンという形で出たモデルになります。ライラ Y3、 このマイクと同系統のライラ Y3 に関してはですね、動画説明欄の方に URL を載せていますので、気になる方はそちらもチェックしてみていただければと思います。さあ、このアラ Y3、非常にシンプルで簡単にですね、ライブ配信だったり、動画の収録だったりとか、それからテレワーク的ないわゆるビデオ通話だったりとか、そういったことに幅広く使いやすいマイクとして出ましたけれども、早速そちらの機能を見ていってみましょう。はい、それでは早速ね、このマイクの機能を説明していきたいと思います。このマイクの特徴はね、先ほども話したように USB で PC につないだら、そのままもうオーディオインターフェースも兼ねているということで、全部完結してしまう、何もしなくていいというところにあるんですけれども、2つつまみがついてます。フロント、フロントバックっていうこのマイクの指向性を切り替えるものと、ヘッドホンのボリュームですね。でミュートボタンが、今ミュートしたから多分音一瞬僕の声切れたと思うんですけれども、マイクをミュートするスイッチもついているということです。さて、これじゃあ今までのライラ Y3 とは何が違うのかっていうと、マイクのゲイン、いわゆるマイクの感度を調節する機能が省かれているところにありますね。このマイクの感度っていうのは、今まではこうハードウェアでライラ Y3 の時はやってたけど、このアラ Y3 の場合はお手持ちのパソコンないしはソフトウェア DAW ですね、そういったもので直接操作していただくことになります。なんか難しそうだなって思われるかもしれませんが、基本的に必ずマイクのゲインを調節するソフトウェアでコントロールする機能がついてます。なので、各説明書をですね、読んでいただいて、ちょっといじるだけでお好みのゲインにすることができますので、そこは心配しないで良いかと思います。もう一つね、このフロントとフロントバックっていうのがありますけれども、これもですね、モノラルの中でこう切り替えられるような機能にシンプル化されました。で、今僕後ろから喋ってるの、こっち側から喋ってますので、フロント&バックに今してますけど、フロントにするとこっち側の前方だけを拾うような雰囲気になります。こうするとちょっと僕の声があまり聞こえなくなったかなと思います。もちろん回り込んでますけどね。こうすると僕の声がちょっと拾いやすくなったかなっていうふうに思いますけれども、指向性がね、こっち側になってるのとフロントバックでこう全体になってるので切り替わっていくような形になります。というわけでですね、そういったことをね、用途、例えばフロント&バックだったら複数の人でマイクを囲んでですね、何か演奏をするとか喋るとか、そういったようなことに使ったりと、逆にフロントだけだったらもうここ側だけで、ギターを拾いたいよとか自分の声だけ拾いたいよっていう時に使うという形で使い分けていただくのがいいんじゃないかと思います。底面はですね、 USB Type-C とヘッドホンになってまして、パソコンとつなぐって言ってたのはこの USB Type-C になります。USB Type-C から普通のいわゆる汎用的な USB-A につなぐためのケーブルが付属してますので、それでパソコンにつないでいただければ問題ないかと思います。多分 Type-C、Type-C の普通のケーブルでもつながると思います。それからここのヘッドホンの端子には、お手持ちのヘッドホンをつけていただければ、こちらのつまみを回すことで自分のモニターの音量が変わる、パソコンから再生される音量も変えることができます。ヘッドホンね、何かつないで常に自分の声がどういうふうに拾われているかっていうのをチェックしながらやると、より良い音でできるかと思います。逆に言えばここに繋がないとね、パソコンの音聞こえませんから、テレワークの時とかの相手の声とかっていうのを聞くために、必ずヘッドホンに繋いでいただいて聞いていただくことをお勧めします。今喋ってるね、この声はこのマイクで拾っております。オープニングの時はフロントモードで前から撮りました。今フロント&バックモードで後ろから喋っております。話し声はね、これで参考になるかなと思いますので、ギターの演奏をして、実際に楽器の音はどういう風に音として拾われるのかっていうところを試してみたいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。ギターのね、音も結構いい音で拾えてたなと思います。弾き語りだったりとかですね、配信とかに十分使えると思いますので、そういった収録などにも使っていただけるかと思います。このねマイクにはエイブルトンライブのライトっていうですね、DAW も無料でついてきますので、そちらを使って本格的なレコーディングなんかもお楽しみいただけますので、非常にお買い得なマイクかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。アラ Y3 の紹介動画でしたけれども、用途に応じてですね、いろんなマイク紹介させていただいておりますので、いろいろマイクに興味あるよとか、これからねどんなマイク買おうかなって悩んでらっしゃる方がいましたら、ぜひともうちのチャンネルの動画を見てみていただければなっていうふうに思います。それではですね、引き続き何卒よろしくお願いいたします。それではまた。